どうもガンダーでーす。あかりです。いやー、実はですね、はい、今日はいつものように動画を流す前にちょっとお知らせしたいことがあるんですよ。あるんですよ。実はですね、僕たちが、はい、CM に挑戦してきました。うわー、よし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 。まあ、ウェブ CM なんですけどね。めちゃくちゃ緊張したな。緊張したな。マイクここにつけて。わっさした。脇汗やばかった。すごかった。2リットルぐらい入れたもん。白シャツなのに脇汗。やめろ。やめろ。いやー、なんか、あれやな。好き勝手やってる、なんか YouTube でさ、こんな感じで、すごいいろんな人に見てもらえるのは嬉しいな。そうだね。なんか2人であんまりね、こうやったこともないから。そうやな。ね、なんか、すごいね。なんか、すごい世界やな。すごいね。まあそんな感じですよ。というわけで、その当日の様子が流れた後にいつも通り本編に入るので、どうぞ優しく見守ってください。お願いします。お願いします。緊張してます。はい。てなわけで、まあ、バイバイじゃない。てなわけで、どうぞどうぞ。今度です。おかりです。今回のミッションは、子供がお父さんお母さんを連れて行きたい場所に連れて行くっていうね、ミッションでございます。おいでやす。もっと見たいでしょ、ちびっ子の大活躍。続きはこちら。ママパパ、次の旅行も任せてね。立って笑って旅をして。銀山温泉にやってまいりましたね。はい、やってきました。すごいね、綺麗。綺麗だね。大正のロマンを感じるよ、あちゃん。俺はロマンだね。ねみーの顔もある。まあ言うて今日はまったりでなんでね。はい、銀山温泉はサクッと写真だけで。お風呂入ります。イエーイ。まったりで。朝からずっとこれ。こちゃん、ここどこ？道の駅。朝9時からトルコ音楽が流れる道の駅。トルコ音楽で起床する朝。山形県はさくらんぼが有名じゃん。はいはい。トルコもさくらんぼ有名なんだって。だから姉妹都市らしくて、なぜかトルコ感がある。道の駅にトルコ感。いや。いいよ、それ朝からずっとだよ。初めて食べる？トルコアイス一回だけ食べたことあります。万博。え、私仕事やってる。あれ。トルコのレストランの店長です、私。行ったことあるかもしれない。出た。お前もやられた。サービスいらない。やったいらない。欲しい欲しい。いらない言ったね。いてない。めっちゃ翻弄されてるよ。おお、やった。私食べていい？ダメダメ。くれない。どうぞ。ああ。ありがとうございます。350万ドルです。50円。50万ドルです。いくらなんかそれ。うまっ。おいしい。粘り気がある。うーん、うまっ。月見大福みたい。あ、それわかる。牛脂っぽい、なんかね、すごいおいしい。というわけで、羽黒山に来ました。いやー、今からね、ちょっと今日も京都でハイキングをしようと思いますが、ハイキング行くよ。ハイキング。ハイキング。さっきアイスおごるって言ったら来るって言ったじゃん。アイスおごるって言ったら来るって言ったじゃん。今日は、羽黒山です。やったー。石段が結構あるそうなんで、引き上げていきましょう。マジで、早く。
った。ここは馬が出るから帰った方がいいって。本当。待って聞こえる。出ないよ。上まで行ったらアイスあるって。アイスだアイス。アイスのために頑張るんだあっちゃん。お茶屋さんがあってそれで半分って言われてます。あじゃあもうちょっとですね。もうちょっとじゃないでしょ。ありがとうございます。ですよね。ありがとうございます。行ったらいいって言ってた。お姉さんの方そんなことなかった。あと前見て。先が見えない。どこ置いた。ちゃんと水持ってきとるかな。はい。ありがとう。折りたたみ式だからこのペットボトル。着いたー。到着だね。めっちゃ工事してるな。よう登ったな。登ったー。実はさ、この石段の数2446段あるよ。一人で最後まで言わないこれであちゃんもう約2500段までは登れることになったからまた次の石段が楽しみやな。本日の夕日を撮りに行くぞ、あいちゃん。かわいい。出た。さすらいの旅人スタイルやん。行くぞ。というわけで、今日これにて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではまた次回。バイバイ。バイバイ。